ダナ・ハラウェイはアメリカ合衆国の学者。カリフォルニア大学サンタクルーズ校名誉教授。コロラド州デンバー生まれ。コロラドカレッジ卒業。フルブライト奨学生としてパリ大学留学を経てイェール大学大学院に進学し、当初は実験生物学を専攻していたが、後に科学史に転じ、1972年博士号取得。ハーイ大学、ジョンズ・ホプキンス大学を経て、1980年より現職。科学技術の進展をフェミニズム及びジェンダーの視点で考察している。ドイツのマルクス主義辞典では、ジェンダーを執筆。状況化された知識、フェミニズムにおける科学の問題と部分的観点の特権は、ハラウェイのフェミニズム科学についてのビジョンに光を当てる論文である。この論文は、サンドラ・ハーディングのフェミニズムにおける科学の問題についての論評が元になっており、ハーディングの科学の後継者に対する回答となっている。ハラウェイは科学的なレトリックや科学的客観性といった男性化された慣習へのフェミニストの介入について批評を行っている。この論文は伝統的なフェミニスト批評を分析するために、文極化というメタファーを使っている。一方は、科学は習字的な実践であり、すべての科学は競争の力場だと主張する立場である。またもう一方は、ハラウェイがフェミニスト経験主義と呼ぶ、フェミニストが考える客観性に関心を持つ立場である。ハラウェイはこれら二つの立場を綜合する、状況化された知識に基づく認識論を主張している。ハラウェイは、世界における自身の立場の不確実性、そして知識追求の競争的本質を認めて理解することで、主体は自身が中立な観察者である時よりも、より客観性を持った知識を生み出せるだろうとしている。ありがとうございます。